闇夜に浮かび上がる松明。山伏や僧侶のすぐ後ろ、暗闇から鬼が現れる。古くから人々に恐れられてきた鬼。しかしこの町では福を呼ぶ鬼として500年以上崇められてきた。今日まで途絶えることなく続いてきた鬼の火祭り、今始まる。奈良県五條市、町の北部には吉野川が流れ、古くは伊勢街道の宿場町として栄えていた。住職もいないこの静かな寺。1月14日、雰囲気が一変する。3体の鬼が巨大な松明を持って道内を巡るダダ道の鬼走り。この凄まじい炎で人々の災いを払い、福を招く。歴史は室町時代から500年以上続く。国の重要無形民族文化財に指定されている。準備は年明け前から始められる。鬼役を中心に山に入り、松明の原料となる枯れた松の根を集めに行く。鬼走りで求められるのは強い炎。ありがとう。オッケー。よく燃える松の根が必要だ。こんな感じでロウみたいな感じでね、まだ油分が残ってるところ使えるんで、はい。そうですね。うん。せーの、よいしょ。ああ、できた。よいしょ。これええな。鬼役の大変さはこれだけではない。祭りの1週間前から身を清めるための行が始まる。いただきます。毎日冷水を浴び、食事では動物性の食べ物を一切口にしない。いただきます、はい、いただきます。僕も今まで食べてないですね。食べてない。嫁は初めて行けへんさかいに。そうなんです、まあ、作ってくれんねんけど。ちょっと500年も続く厳しいしきたりを今も守っている。白あえ。あ、白あえね、最高にうまい。最高にうまい。いや、そのなんていうんですかね、その3日目ぐらいが死ぬでしょうね、やっぱり。気も短くなってるような気がします。よく怒るというか、喜怒哀楽がこう落ち着いてくるっていうか、薄くなっていく感じですよね。気持ちが張り詰める日々。幸せを呼ぶ鬼役は名誉なこととはいえ、心が揺らぐ時もある。みんな気遣ってくれててさ、うん、この俺と飯食う時間ちょっとずらしてくれたりするんやけどさ、この前何も言わんと昼帰ったらさ、うなぎ食うとってさ、うなぎ食うとるがなこいつらと思って , , 笑いながらごめん言うて。松明の重さは60キロにも及ぶ。あ、重いわ。
鬼役になってこう行させてもらって松明の重たさっていうか歴史の重たさっていうのはやっぱり皆さん感じながらやってると思うんで。心身ともに鬼になる準備、こより作りもその一つ。鬼一体につき32本のこよりが必要で、鬼はこれを全身に巻きつける。参拝に来た人がこのこよりを手に入れるとお守りになると言われている。脈々とつないできた鬼走り、子どもたちにどう伝えていくか大切な取り組みだ。伝えたらまた同じとこ金のとこ戻って。この年子ども鬼走りが3年ぶりに行われる。しんどいですね。ちょっとやっぱ重たいんで、やっと戻ってきたのかみたいな感じですね。ちゃんとこういうのはずっとやっていかなあかんことやと思うんで、まあ、復活してよかったと思います。1月14日ダダ堂の鬼走りの当日、僧侶たちが600巻にも及ぶ大般若経で無病息災を願う。観客の前で行う子ども鬼走り、ちょっと足に入る、そうそう、これぐらいまっすぐ一回。落ち着かないのは指導する大人たちも同じだ。よいしょ。それは3回。これは3回。ね、上げるときみんなよいしょって気合入れたってや。これあれだ。ずっと。緊張しますね。はい。やっぱちょっと緊張します。いつも緊張します。はいはい。やはりつないでいく、伝えていきたいっていう思いがありますので、またそれが再開できてですね、よかったなと思っています。はい。子ども鬼走りも大人と同じ所作を行う。ゆっくりとすり足で現れるのは勝手。火祭りの安全を願い、水の字を書くように松明を振る。そして主役が姿を現した。父鬼だ。鬼たちは阿弥陀如来の使い、良い鬼として町の人に福をもたらす。七鬼に続いて母鬼、子鬼と3体の鬼が現れる。それぞれが移動しながら道内を3周する。神事を行うのは鬼だけではない。重い松明を運び鬼に渡す役、助。そして水を含んだ笹を振るのは川瀬。鬼を火傷から守り、道内についた火を消して回る。Thank you.
どうでしたかやってみて。楽しかった。しんどくなかった。はい、楽しかったです。はい。炎が夜空を焦がし、その時がやってくる。室町時代から数えて538回目の鬼走りが今始まる。天空を睨みつける鬼。火の粉を振りまきながら次の場所に歩を進める。炎は生き物となって天井をなめ、庇を這う。15分の火祭りで道内は火の海と化し、最高潮に達する。親の代からこの代へ。脈々と受け継がれて538年。炎を抱えた鬼が人々に幸せをもたらす。鬼が、そして燃え盛る松明が、これからも人々の幸せな未来を照らし続けていく。